このお花、はい、私これが大好きで、はい、でも移植を嫌うからって言われたんですけど、はい、もし育てたいようでしたら、はい、最近はそういうものづきもいらっしゃるんですけど、なぜかというとこれどこにでもありますからね。そう、どこにでもいっぱい生えてくるんですよね。いったアメリカを横に怒られたこれがお花が終わった後の種なんです、はい、だから、はい、もうちょっとするとここの中熟して種ができますので、はい、それを撒くのがいいです。なるほど、あのないからよりは。じゃあそんなに難しくなくて撒いておけば、はい、はい、一度撒くと手に負えなくなるぐらいまで。よく言われました。入れない方がいいよって。でも黄色もあってすごい可愛いお花で、私大好きなんですけど、長見ひなげしって言います。ここにもありますね、はい、でこれが実になってきてます。実が長いので長見って名前です。でひなげしの仲間なので、ね、これがもうちょっとすると、はい、実あの熟してきますので、ちょっと開けてみましょうか、はい、まあほら、まだ未熟なんですけど、魚の卵。これ一つ一つ全部種ですからね。これ黒くなるんですか？黒くなります。黒くなったら取って巻くと出ます。わでもまあ、まああれですけどね。あの手に負えなくなるほど。長見ひなげしはヨーロッパからやってきたポピーの仲間なんだ。ワピちゃんが見せてくれたように種がたくさんあるから、瞬く間に日本中に広がって、今ではどこでも見れる花になったんだ。